エンゲルベルト・ケンペル、エンゲルベルト・ケンペル、エンゲルベルト・ケンプファー、1651年9月16日から1716年11月2日は、ドイツ北部、レム号出身の医師、博物学者、ヨーロッパにおいて、日本を初めて体系的に記述した、日本史の原著者として知られる、デジマの三学者の一人、現ノルトライン・ベストファー練習のレム号に、 牧師の息子として生まれる。ドイツ三十年戦争で荒廃した時代に育ち、さらに例外的に魔女狩りが遅くまで残った地方に生まれ、叔父が魔女裁判により死刑とされた経験をしている。この二つの経験が後に平和や安定的秩序を求めるケンペルの精神につながったと考えられる。故郷やハーメルンのラテン語学校で学んだ後、さらにリューネブルク、 リューベック、ダンツヒデ、哲学、歴史、様々な古代や東大の言語を学ぶ。ダンツヒデ、政治思想に関する最初の論文を執筆した。さらにトルン、クラクフ、ケーニヒソベルクで勉強を続けた。1681年にはスウェーデンのウプサラのアカデミーに移る。そこでドイツ人博物学者ザムエル・フォン・プーフェンドルフの地記となり、彼の推薦で、 スウェーデン国王カール11世がロシアツアー国、モスクワ大公国とペルシアのサファビー町に派遣する施設団に医師研筆書として随行することになった。ケンペルの地球を範集する大旅行はここに始まる。1683年10月2日、施設団はストックホルムを出発し、モスクワを経由して、同年11月7日にアストラハンに到着。 カスピ海を船で渡って、シルワン、現在のアゼルバイジャンに到着し、そこで一月を過ごす。ケンペルは、この経験により、バクーとその近辺の油田について記録した、最初のヨーロッパ人になった。さらに南下を続けて、ペルシアに入り、翌年三月二十四日に、シュトイスファハンに到着した。ケンペルは、施設団と共に、イランで二十ヶ月を過ごし、さらに見聞を広めて、 ペルシアやオスマン帝国の風俗、行政組織についての記録を残す。彼はまた最初にペルセポリスの遺跡について記録したヨーロッパ人の一人でもある。その頃、ちょうどバンダール・アッパースにオランダの艦隊が入港していた。ケンペルはその機会を捉え、施設団と別れて戦意としてインドに渡る決意をする。こうして一年ほど、 オランダ東インド会社の繊維として勤務した。その後、東インド会社の基地がある、オランダ領東インドのバタービアへ渡り、そこで委員を開業しようとしたが、うまくいかず、行き詰まりを感じていた時に巡ってきたのが、当時鎖国により、情報が乏しかった日本への便箋だった。こうしてケンペルは、シャム、タイを経由して、日本に渡る。1690年、元禄3年、 オランダ召喚付の医師として、約2年間出島に滞在した。1691年、元六4年と1692年、元六5年に連続して、江戸散布を経験し、将軍、徳川綱吉にも謁見した。対日中、オランダ語通訳、今村玄衛門の協力を得て、精力的に資料を収集した。1692年、離日して、バタビアに戻り、 1695年に12年ぶりにヨーロッパに帰還した。オランダのライデン大学で学んで優秀な成績を納め医学博士号を取得。故郷の近くにあるリーメに今日構え石として開業した。ここで大旅行で集めた膨大な収集品の研究に取り掛かったが、近くのデトモルトに館を持つ伯爵の寺位としての仕事などが忙しくなかなはかどらなかった。 1700年には30歳も年下の女性と結婚したが仲がうまくいかず彼の悩みを増やした。1712年ようやく開国期間ミニテイツ・イグザ・ティッキーと題する本の出版にこぎつけた。この本についてケンペルは全文の中で想像で書いたことは一つもない。正しい事実や今まで不明だったことのみを書いたと宣言している。 この本の大部分はペルシアについて書かれており、日本の記述は一部のみであった。外国機関の執筆と同時期に日本史の総考である今日の日本、ヒューティッジス・ジャパンの執筆にも取り組んでいたが、1716年11月2日、ケンペルはその出版を見ることなく死去した。故郷レム号には彼を検証してその名を冠したギムナジウムがある。 ケンペルの遺品の多くは遺族により、三代のイギリス国王、アンからジョージ二世に仕えた G で熱心な収集家だったハンス・スローンに売られた。1727年、以降を英語に訳させたスローンにより、ロンドンで出版された、日本史、The History of Japan は、フランス語、オランダ語にも訳された。ドイツでは、啓蒙思想家が追い、ヨハン・ヘルマンによって書かれた草稿を見つけ、 1777-79年にドイツ語番、ゴシシュタウンとベシュレイバーング、フォンジャパンを出版した。日本史は、特に、フランス語番、イストアール・ナ・チャール、ジー・ビレイ、イーク・リーズ・シア・スティック・出会い、エンパイア・ジュ・ハポンが出版されたことと、ディドロの百科全書の日本関連項目の記述が、ほぼすべて日本史を転居としたことが原動力となって、知識人の間で一世を風靡し、 ゲーテ、カント、ボルテール、モンテスキューラも愛読し、19世紀のジャポニスムに繋がってゆく。学問的にも、すでに絶滅したと考えられていた胃腸が日本に生えていることは、生きている化石の発見と受け取られ、ケンペルに遅れること約140年後に、日本に渡ったフィリップ・フランツン・シーボルトにも大きな影響を与えた。シーボルトはその著書で、 この同国の先人を検証している。ケンペルは著者の中で日本には聖職的皇帝イコール天皇と世俗的皇帝イコール将軍の二人の支配者がいると紹介した。その日本史の中に付録として収録された日本の対外関係に関する論は徳川綱吉聖時の日本の対外政策を肯定したもので日本史出版後ヨーロッパのみならず 日本にも影響を与えることとなった。また、日本史のオランダ語、第二版、ドビス・クレイビング、バンジャパン1733年を手本として、静木忠夫は、共和元年、1801年に、この付録論文を訳出し、題名があまりに長いことから文中に適当な言葉を探し、鎖国論と名付けた。日本語における、鎖国という言葉は、ここに誕生した。 また、1727年の英訳に召集された、シャム王国史、A Description of the k i n g d o m of Sham は、同時代のタイに関する記録としては珍しく、非カトリック、非フランス的な視点から描かれており、タイの歴史に関する貴重な情報源となっている。スローンが購入した、ケンペルの収集品は大部分が、大英博物館に所蔵されている。一方ドイツに残っていた。 膨大な増書類は、差し押さえに遭い、散逸してしまった。ただし彼のメモや書類は、デトモルトに現存する。その現行の工程は、最近も行われており、日本史は、彼の意向と英語の初版とでは、かなりの違いがあることがわかっている。ボルフガング・ミヒエルが中心となって、2001年に、原点批判版、今日の日本、ヒューティッチス・ジャパンが、初めて発表された。 この原点批判版を皮切りとしたケンペル全集は全六巻7冊刊行された。今井正氏による日本語訳はドーム版を定本としており、ケンペルの総工とは所々でかなり異なっている。よって現在のケンペル研究は原点批判版をはじめとするケンペル全集や大英図書館に所蔵された各種ケンペル資料に基づくのが世界的なスタンダードとなっている。 キューティッジス・ジャパン。HRSG フォン・ボルフ・ガング・ミチェル・ウント・バラント・ジェー・ター・ウィール。ISBN3 から891299311。BR ブリファ1683715。HRSG フォン・デトレフ・ハバーランド。ISBN3 から89129から 932XBR ゼイシュナンガンパニシャープフロンゼン。HRSG 本ブリジットホッペ、ベハーバイトットフォンペトラ、アンドレア・ヒンズ、ウルスラ・ホラー、ブリジットホッペ、ボルフガング・ミチェル、ISBN3 から891299338、BR、エンゲルベルト・ケンプファー・イン・シャム、HRSG、ホンバラント・ヤンター・ウィール、ISBN3 から891299346、シャム・ BR の父愛・マラバリッキー、 HRSG フォン・アルベルティーヌ側・ガ ISBN3 から891299354インド BR ラスランドテイジブク 1683HRSG フォン・マイケル・スキパン ISBN3 から891299362ロシア日記 BR 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。